どうも、ナビーです。今日はですね、動画で報告できてあったんですけど、去年の、北関東予選、公式の大会なんですけど、それの動画と今年の1回戦、クラブ選手権と都市対抗予選の動画ですね、こちらアップできなかったんですが、その理由で、やっぱり連盟側の規制が入りまして、あとチームに迷惑かけないということで、ために動画を出していません。まあ、それのちょっと結果をですね、報告していきたいと思います。はい、結果の方なんですが、二次予選、去年の都市対抗二次予選の方が、1回戦目日立製鉄所、これが3打数0安打になります。まあ、元プロの選手とも対戦できて、すごいいい経験ができました。はい、ちょっと動画はなかったんですが、ちゃんと前に飛んだんで、非常にいい機会になりました。2回で二次予選、もう1戦、茨城日産戦、こちらの方はですね、他の打線つながったんですけど、僕がブレーキとなり、乱打戦で敗戦してしまいました。すごい、心苦しい試合になりましたね。はい、で来季の反省含め、向かっていった、今年の、クラブ選手権と都市対抗予選、両方とも1回戦敗退ということになってしまいました。クラブ選手権予選1回戦目が太田球友会だったんですが、こちらの方出場はありませんでした。で試合の方はノーヒットノーランで負けてしまって、前で投手とですね、打ち取られてしまいました。まあ、とても内容はですね、別に悪くなかったっていう試合でしたね。打線がちょっと機能しなかったということで終わってしまいました。で続けて臨んだ都市対抗予選1回戦、伊勢崎貢献クラブ戦ですね。こちらの方は私代打出場になりまして、ビハインドで迎えた8回の裏に、表にタイムリーヒットを打つことができました。まあ、代打で結果残すってすごい難しいのは、自分でもよく今まで人生ずっと代打人生だってよく分かっているので、結果が残せたってことは胸誇りにしてやっていこうと思います。まあ、社会人野球っていうのはね、とてもみんな、まあ、軟式野球もそうなんですけど、結構ガチ、すごいレベルの高い中でやってますんで、その中で僕という存在が、どう、今後チームのためになるかというと、まずバッティングだと思うので、そこをもうちょっと、突き詰めていくのと、あとはもう守備がね、昔から言われてるんですけど、守備ができればスタメンで試合に出れるので、3打席あるので、そういうところもっと守備とかね、走塁とか、そういう意識をもっと、まあ、31歳ですけど、また高めていけたらと思っております。はい、ということで公式の様子なんですけど、まあ、チームに迷惑にかからないよう、これから配信できたら配信するという形でやっていきたいのと、あとは今後ですね、そういった貴重な情報や友達限定というか、そういった枠だけに、ちょっとやっていこうかなと思いまして、まあ、そういった場所をツイッターの裏垢的なところで配信していこうと思いますので、まあ、そちらで、登録していただければ、そういった情報や、あとはナオピーと一緒に巨人の観戦や、あとは T シャツの先行販売等、そちらの方でちょっとさせていただこうかなと思ってます。まあ、そちらの入会方法としては、チャンネル登録とか、あとインスタ、ツイッター、TikTok の、フォローしていただければ、それを見せていただければ入れるというような、ことでさせていただこうと思いますので、そちらをよろしくお願いいたします。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。頭回ってる。デイクエストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんで、ぜひ。どうよろしくお願いします。はい、ホームページあるんで、ぜひいろいろ見てもらえたらと思います。じゃあブログをちょっと、チャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。シャバチャンネルもやってます。で、TikTok もやってます。いっぱいやってるんで、よろしくお願いします。今日の動画は以上になります。